レンフェ 112K は、スペインの高速鉄道の運営事業者である、レンフェオペラドーラの車両で、タルゴとボンバルディアによって製造された、102K の改良型である。レンフェオペラドーラは2002年に、タルゴから、高速鉄道車両である 102K を16、編成導入した。この契約は、同型ではあるが、元の車両に対していくつかの変更が加えられた。 高速新線用の新車1 1 2系の30、編成へと拡大された。トルゴ3 5 0系の派生系である、各編成は、中間客車12両と、その前後の機関車、各1両から構成される。1編成は1 0 0 0ットのモーター8台を有し、イグブとインバーターで制御される。この車両は、営業速度実速3 5 0トルで、設計されたが、 認可された最高速度は時速 330km である。現在のところ、スペインの地上側の信号保安システムの制約のために最高運転速度は時速 300km にとどまっている。スペインの高速鉄道車両の中でも極めて軽量で出力重量比に優れているために電力消費も少なく加速も早い。 最大の違いは、いくつかの中間車の等級を振り返ったことによる、座席定員の49席の増加である。結果、ツーリスタクラス8両とクルブクラス4両の構成となった。他の相違は、以下の通り、112K は、スペインの新しい高速鉄道線専用となる。既存の列車を置き換えるものではない。2010年末には営業運転が開始される。 マドリードとバレンシアの間の高速新線に配置される。これらの最初の営業運転は2010年5月19日のスペイン国王杯サッカーでのアトレティコマドリード対セビージャ FC の決勝戦に合わせセビージャとバルセロナ間の高速線の特別列車で行われた。定期列車での最初の運転は次の日のバルセロナ、セビージャ間とバルセロナマラガ間であった。 ありがとうございます。